今日の購入品、生地を少し買い足しました。いつもね統一性はないんだけど、まあいろんな生地が欲しくて買いました。で、生地はいつもそんなにたくさんじゃなくって、いろんな柄を少しずつっていう感じなので、だいたい20センチずつぐらいですかね。で、この2枚はワゴンの中で端切れで売ってたので、ちょっと20センチ以上ありますけど、これ何柄っていうのかな、動物柄ですよね。色違いです。これとこれ。で、この辺りはなんかいろいろ柄が入ってるので、なんかこことかこことかこことかとかね、使えるので買いました。で、今ショート動画にもあげたんですけど、こういうねキノコのミシンで刺繍をしてっていうのを作っていて、で、この竹柄、これをさ、この部分とかに使ったら可愛いかな。Thank you.